体験していただきます。タカ嬢が使うエゴ押しという道具で同じようにタカを呼んでいただきます。なお体験は恐れ入りますが5名様までとさせていただきます。希望者は挙手をお願いいたします。門下生が伺いますのでその場でお待ちください。はい、前の方へお願いします。今1名頼みました。4名ですね。あ、どうぞ。はい、すみません、後ろのあの、すみません、おいで、ちょっと待ってください。はい、指名された方は前の方へお願いします。また来年もありますんで、お願いいたします。こちら前の方へお願いします。スマホが取れた。指名を受けた方はどうぞ広場の方へお願いします。あと1名ですかね。5名揃いました。それでは今指名を受けた5名の方々に鷹匠からこれから指名を受けていただきます。説明を受けている間に今回鷹匠体験で使いますハリスフォークについてご説明いたします。ハリスフォークは、モモアカノスリとも呼ばれる南米原産のノスリの仲間で、20世紀に入ってから鷹狩りに使用できることが分かった新しい鷹です。野生のモモアカノスリは、巣立ちした後も親や兄弟と群れになって暮らし、共同で狩りをする非常に賢い鳥と言われております。また、ペットとしても一緒に暮らせる慣れやすさから、今では愛好者が非常に増えておりますので、皆様も CM や映画でおなじみになっているのではないでしょうか。今体験される皆様に左手の方に絵掛けと呼ばれる革製の手袋をつけてもらっています。使う道具はエゴ押しと呼ばれる箱になります。この箱の中には餌が入っており、箱の蓋を箱にカチカチと鷹に分かるように餌を見せながら鷹を呼びます。なお体験者の皆様には終わった後ご感想をお聞きしますのでよろしくお願いいたします。それでは準備できましたでしょうか。ではまず男の子から顔を呼んでください。
それでは次に会場を向かって右側へとハリスロープを飛ばします。今エゴ押しをかけたらまた再度挑戦いたします。それでは最後の振り替えを行います。準備ができたようなのでお願いいたします。きれいに決まりました。それでは体験された方に感想をお聞きしたいと思います。では最後に高城の方へ。